ごめんごめん、びっくりさせちゃったかな。というかびっくりしたよね。ごめんごめん。なんかすごい真剣にスマホ見てるからさ。え、だって入ってきたの気づかなかったでしょ。姉、気づいてなかったもんね、入ってきたの。え、めっちゃ真剣に見てるじゃんと思って。何がね、何見てるのかなと思って。あ、そうなの。あー、あー、忙しいとね、なんかグッズとかさ、見るだけになっちゃうよね。私もそうなんだよね。なんかちょっと買えなかったりするからさ、いつの間にか時期逃しちゃうんだよね。わかるわかる。なんでさ、今日疲れてると思って、耳かきとかさ、マッサージしようと思うんだけど、どうかな。うん、あ、本当？あ、実験台になってくれる？あ、ごめんごめん、実験台じゃなくてね、癒されてね、もらいたいので、私が、お姉ちゃんが耳かきと、あとマッサージしてもいいですか？あ、本当？ありがとう。じゃあ、耳からね、温めていこうか。なんかね、見たんだけど、ニュースで。こうやってね、グッてやるのがいいんだって。なんか、痛いんじゃなくて、ちょっとね、こうちょうどいいかなくらいで引っ張るんだって、むずくない？え、難しいよね。え、そんな、なんかこう、思いっきり引っ張った方がいいのかなとか、ね、思っちゃうよね。わかるわかる。なんか、温まってね。私、あれね、耳がね、なんか、赤くなってって、聞いたんだけど、なんかね、おっしゃってたんだけど、このマッサージにね、教えてる方が。これもしかして、ちょっと強くね、引っ張りすぎてるからっていうのもね、あるかもなと思って。その方はね、別にね、ちゃんとやっていらっしゃると思うんだけど。だから私なんかさ、素人なもので素人なものでやっぱ強めに最初はさ、加減が分からなくてやっちゃうからさ、マッサージしたりしてね。そういえばさ、さっきなんかグッズ見てたじゃん。なんかハロウィンとかのグッズとかじゃなくて？ああ、まあいろいろあるよね。なんか好きな作品のね、グッズとかさ。私はなんだろう。ウィンドウショッピングみたいな感じで、お菓子とか、かわいい缶みたいなのあるじゃん。あれをね、なんか見るのが好きで。うん、そう、こういうのいいよねとか言ってさ、友達と話したりする。でもさ、自分へのね、ご褒美とかでね、買うくらいの価格だからさ、いつも頑張ってる自分へのご褒美みたいな。だからね、ちょっとね、多分他のもの買いたくなっちゃってさ、ASMR のものとか。うん、そんな感じになっちゃうんだよね。そう、やりたいことが多くてね、足りないと思って頑張って働いてるんだけどねおかしいなーって。でね、1年が過ぎていくわけですよ
そう。ね、過ぎるの早いよね。今年もさ、いつの間にか、だって、今何日？やば、10月のさ、もう下旬じゃん。そう、だから、それがね、まあ、びっくりする。だよね。なんかまだやること終わってない、なって。どうにもならないからさ、そうそうね、忙しいよね、お互い。そう、満足にさ、ね、見れないよね、いろいろ 見られないよね。ね、なんかいろんな情報もチェックするけど、なんかいつの間にか旬過ぎちゃってたりするよね。あーみたいな。なんか見た時にはさ、もう終わっちゃってる。ちょうどね、過ぎてたりするよね、日付。やばーみたいな。そんな感じになるよね。なんかアプリとかもそんな感じ。なんかのゲームの。やってるけど、私ね、今年アプリのイベントとか全然ね、やってない。だから、なんか本当は夏とかさ、ハロウィン、まあ今だったらハロウィンとかね、あると思うんだけど、もう全然やってないからさ、困るよね。ねえ、なんかね。あ、本当アプリなんかやってる？いろいろやってるからさ、でなんか割とすぐやめるじゃん、アプリ。だから何やってるか今わかんなくて。あ、そうなの、特にないの。あ、そうなんだ。あー、なるほど。でもたまにね、入ってできる、こういい意味で、あ、こう単純なね、飽きないゲームとかの方がやりやすいもんね、確かに。シンプルなね。ああね、なんか、あの、ガチャとかもさ、あれ、ズドーナちょっときついよね。しんどいよ、わかるわかる。全然さ、その時にね、お金出すのとかはさ、全然 OK だけど、そうじゃないよね。追い切れなくなっちゃうとさ、やる気がね、こう、スススーって冷めていくよね。そうそうそう。なんかさ、寝かされちゃったりして、ランクとか。いや、しょうがないと思うよ。だって忙しいじゃん。いや、私も無理だし。できるときにね、やるのがいいよね。ゲームだからさ。ね、課金する、しないなって思うときは、して、って、やっていくのがね、いいよね。私も好きだよ。なんかすごい落ち着かない。マッサージってなんか安心。
冬っぽくなるんだよね。ちょっとね、天気によるけどね。よし、じゃあ次は綿棒やっていこうかね。綿棒は耳かきやっていくからね。どっちがいいかな、右かな、どっちがいい、な、左？あ、左から今日やる？いいよ。ちょっと待ってね。じゃあ、頭向けてもらっていい？ありがとう。ちょっと待って。いや、持ってきてるよ。え、耳かき？耳かきはね、部屋にめちゃくちゃある。うん、そう、ASMR 用のね、耳かきがあって、それだけにしか使ってない。うん、使わない使わない、自分で。なんかね、私はいつもね、あ、ごめんね、ちょっとじゃあ耳かき始めるよ。いつも使ってるのは、ね、綿棒使ってる。乾いてる綿棒も心地いいんだけどさ、あれね、なんかちょっとね、疲れてるとなんか耳荒れない？そうでしょ、荒れるよね。でね、痛くなる。イヤホンとかさ、しづらくなるからやってないんだよね。あと編集しづらくなっちゃうから。そうそう、それだったらね、この濡れてる綿棒でともみみをね、綺麗にした方がいいかなって。優しくねやればさ、あの汚れをさ、ふやかしてね、後からこう拭き取る感じにした方がね、耳にはね、いいよね。そうだね。うん、たまにさ、頼んでくるけど、耳やばいよね。今日はさ、あ、ごめんね。そう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 、今ね、耳かきしてるじゃん。耳の中、今日はね、マシだけど、いつも、ちょっとさ、荒れてる時とか、黄色い結晶みたいになってる時あるじゃん。うん？仕事のストレスやばくない？大丈夫じゃないよね。今日はね、どうだろう、いつもよりマシかな、くらい。うん。別に全然私はないと思わないよ。何回も耳かきしてるじゃん、別に平気だって。え、だって私はね、そういうのないけど、耳腫れたりとか、耳の中がね炎症起こしてとかはくらいだからね。しんどいよね、なんかね、その季節とかね、ストレスで耳の中がさ、とかさついちゃったりするの。そうそうそうね、ひどいとさ、耳垢がね、外に出ちゃって、スーツとか服汚れちゃったりするじゃん。うん、いや、私はね、全然それは、例えばね、仕事しててね、相手の方がついてたとしてもストレスなのかなくらいで、ね、大丈夫かなって、体調が心配になるけど、やっぱりね、普段嫌がる人もね、いるから、
難しいよね、そういうのってさ。その身だしなみしっかりしてても耳ってさ、どうしようもないじゃん。だからね、こうやって時々私が耳かきできたらいいなって、うん、全然遠慮しなくていいよ。まあ、お互い疲れてるじゃん。いや、ありがとう、気にしてくれて。全然平気だからさ、私は。あ、ほら、辛い時も私動けないじゃん。だから、うん、今日はね、別に大丈夫かな。そんな感じ？うん。大丈夫？ちょっと動かす。あ、大丈夫？行くよ。まあまあね。私のストレス解消の方法？それ聞いちゃう？それ聞いちゃうか。今ね。いやー、なんだろう、多分ね、ぐっすり寝て、休日がね、ちゃんとあれば多分ね、治ると思う。ねえ、なんか忙しいとさ、もう無理ってなるよね。そう、他の人とかとかじゃなくてね、自分が辛いんだよね。なんでこんなことしてるんだろうってね、思っちゃう時あるからね。ちょっとやばいね、そうなったら。ちょっと私に言ってね、そういう時。どっか行こう。そしたら。いや別に、連絡してくれたら、全然、それはさ、なんとか飽きるから言って。いいよ、気にしなくて、本当に。しんどいって、自分でね、ずっと抱えてるのしんどいからさ。
仕事的なところは、まあ、言えないことの方が多いと思うんだけど、まあある程度はね、聞けるかなと思うからさ。関係ね、まあ、悩むよね。ね、新しい人入ったりとかするとね、またちょっと気使うしね。そうだね。みんなが仲良くね、やれたらいいんだけどね。なんだろうな。そのお互い気遣えたらいいよね。そう、締めるところをね、しっかり締めるみたいな。そこはね、ほんと大切だと思う。そうだね。私もまああるよ。悩みでしょ？あの、人間関係。あれよ、職場での悩み。あるある。話してて、安定感がね、ある人はね、いるから、そういうね、方だと、すごくやりやすいかな。仕事とか。で、逆に困るの？まあ、やっぱり、ね、あると思うけど、な、あれ、話を聞いてるようで、聞いてない人がね、一番困る。え、言ったじゃんって。え、ちょっと待って、メモしなかったな、みたいな。え、ちゃんとさ、あの文章でも連絡入れたよ、みたいな。メールしたよ、みたいな、あるじゃん。それは困るかな。いや、全然さ、見落とすことはあるから、いいんだけど、それをね、なんか悪びれる様子もなく、は？そんなの来てませんでしたけど、みたいにね、言われちゃうとこっちもさ、え？ってなるから。え、ちょっと待って、ちょっと待って、って。そうそう。それね、本当に困るんだよね。そうそう、だから絶対ね、なんだろうな、お互いね、嫌な思いしないためにね、その電話とかだけじゃなくてね、何文章でね、メールでもいいけど、ああいうのでね、残しといた方がね、あの、聞いた内容はこれでいいですか？みたいな感じで連絡しとくのはありだと思う。そうそう、自分のためにね。そういうことあるよね、やっぱり。本当にお疲れ様。ねえ、頑張っててもさ、なんか嫌な思いすることあるよね。自分のせいだったら申し訳ないなっていう気持ちの方が大きいけど、というか、そういう気持ちしかないけど、理不尽なことがあるともうモヤモヤするよね。なんかすっごいモヤ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 してさ、ねえ、ふて寝したくなるんだよね。ふて寝しても治らないとしんどいんだけど、それが。
そうだなって思うから、もう本当に見るだけだけどね。で、コカフェとかさ、あとそういうね、動物のカフェみたいな行きたいんだけどね、時間がね合わないよね、やっぱり。ただそれが一番いいんだけど、なかなかそうはうまくはいかないみたい。そうだね、うまくね、いけるように時間がね作れたらいいんだけど、まあそういうわけにもいかないとかね、悲しいところかなって。
お互いどこ行けるといいよね。そう、しんどいからね。うん、ずっとね、いろいろ考えてるとさ、まあなんかとりあえずね、可愛い子たちに癒してもらおうみたいな感じでね、動画を見てね、カリ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 、こんなもんかな。ごめん、ちょっと時間わからないんだけど、こんなもん。あ、ほんと。じゃあ梵天をしていこっか。じゃあ梵天やっていくね。どの位置、大丈夫？大丈夫？今度はね、あの、頭大丈夫とか言わないからさ。さ、新たに悪口かと思っちゃうよね。違うからね、本当に。ごめん、本当に。動物系だからね、すごい癒されるから、見てみたらいいよ。それもね、見られなくなっちゃったら、もう寝た方がいいかもね。寝て、美味しいもの食べてね、まあ、ゆっくりする時間があったらゆっくりするとか、あと私に話してみるのはどうかな。一人で抱え込んでるとさ、結局なんだろうな、その寝たとしても解決しないじゃん。なんだろうな、こう分をさ、晴らせてないじゃん。だから、そうだね、ちょっと話聞いてとかさ、言ってもらえたらいいかなって。私の愚痴いい、いいよ、だって。疲れるでしょ。でも、言い合えるの嬉しいけどさ。あ、私も、まあ、なんだろう。わかるから、言えない苦しみわかるからさ、すごく。もらえたらいいなと思うけどね。こういう風に話してたらさ、多少良くなるじゃん。ね。いや、しんどい時はね、本当にね、明るい作品とか全然見られないよ。うん。だから、こうやって話せばいいんじゃないかな。話せる範囲でね、まだ遠慮してほしくないんだけど、あの、友達言いづらいよね。うん、なんかそれはね、わかる。特になんだろうな、業種違ったりするとさ、悩みがまたちょっと変わってきたりとか、家庭環境とかさ、そういうのにもって若干変わるよね。辛い時にさ、大丈夫大丈夫、なんとかできるよ、笑顔で言ったらいいよって言われるとさ、ちょっとしんどいからね、さすがにちょっとね、受け止められないよね。あー、なるほどね。それをやられちゃったわけね、この前ね。しょうがないね、悪気はないと思うんだけどさ、私に言ったらいい、本当に。私は、まあ、言わないかな、基本的に友達に。聞くことは多いんだけど、自分のことは話さないかな。あ、聞かれたらまあ答えるけど、あ、そうそう、私もね、やっぱり、まあ、友達も疲れてるしなぁともね、思うし。あと、行ってさ、その、やっぱり楽観的な答えが返ってきた時に、どう受け
け止めたらいいかわからなくなることあるからね。うん、受け止められるときと受け止めきれないときってあるじゃん。そういうアドバイスって、うん、だからまあ言える人にね言ったらいいと思う。どうしてもねちょっと他の人に言えなかったら、まあ私、まあ別にね私でもいいけど最初からっていう感じでね来てもらえたらいいなと思う。何回もごめんね。ちょっとさ、どれくらいの私バンティンやったかわかんないんだけどもうちょっとやろうかね、せっかくだから。私もね、真剣にいろいろ話しちゃって、あの寝るの妨害しちゃってごめんね。じゃあ、ふーしてこっか。大丈夫？なんと？ねえ、ならいいんだけどさ。ほんと？ああ、そっか。動画見るんだ。いや、いいと思う。おすすめの動画？あ、じゃあ、LINE 開いといて。送るから。うん。今から送ろうか。ね。で、それから。寝る？ほんと、ちょっとゲームする。ほんとに。大丈夫？いや、いいんだけどさ。あんまりね、遅くまで起きてたらね、しんどいから。無理はね、禁物だからね。じゃあちょっと行ってくるからね。